師匠の弱点はどこですか？実況プレイ始めていきたいと思います。弟子が師匠の弱点を探すゲームらしいですね。やっていきたいと思います。エンディングが6個あるらしいですね。まずは空気の塊を意識して密度と大きさを整えて、あとは一気に魔力を込めて、リアトリーチェ。ムン！ダメだ。どうしてうまくできないの？あ、師匠じゃないの？この子は。瓶のかけらも残さない破壊力とは、これは末恐ろしい魔術の才能だな。怖い怖い。この子、この人が師匠かな？別に破壊したくてやってるわけじゃないもん。そりゃそうだろ。今お前がやってるのは瓶を壊さないように、中に魔術を発生させる威力調整の練習なんだから。お前が瓶を破壊しすぎて世界から瓶がなくなっちまう前に、早くコツを掴んでもらいたいところだな。おしゃれなこと言うね、プラタナス。ガラス工場の製造ラインを舐めないでくれる？どれだけ瓶を壊したって、なくなるなんてありえないんだから。瓶を破壊することに対して前向きな反論するんじゃない？だって全然コツを掴める感じがしないんだもん。そもそも師匠の教え方が悪いしさ。はあ？イケメンと評判の若手売れっ子天才魔術師のこの俺に向かってなんてこと、すごい異名だな。よく堂々と自分で言えるな、そんなこと。いや、師匠が売れっ子なのも天才なのも認めるけど、教え方が下手というか、すごく抽象的というか。魔力を調整するためのコツ、グッとしてニョロなんて言われても全然わかんないよ。いるよね、でもそういう人。グッとしてニョロとしか言いようがないんだから仕方ないだろ。ま、お前が俺の師匠の孫だから特別に弟子にしているだけで、もともと人に教えるのは向いてないって自覚はあるが。特別だなんてよく言うよ。最近新しい弟子を取ったって聞きましたけど？なんでその話を？若手売れっ子天才魔術師様の噂なんてすぐ耳に入ってきますよ。だった。すぐに耳に入ってきますよ、だ。昨日のお昼がトマトパスタだったことも知ってるんだが、すごいな。何でも知られてんだ。昨日の昼飯すら噂話になってるって。さすがに俺のプライバシーが筒抜けすぎてて怖いんだが。とにかく新しい弟子は断れないところから頼まれて、リアトにも後日、落ち着いて紹介しようとだな。弟弟子ができることは、お前にとって悪い話じゃないだろう。そのせいで修行に付き合う時間を割いてるわけでもないしさ。それはそうだけど、なんかもやっとするような。なんだ、歯切れが悪いな。あ、わかった。姉弟子として焦ってるんだな。あっという間に追い抜かされたら悔しいもんな。そういうわけじゃないような。確かに、ルーは俺も舌を巻く奇才の子だ。魔術師になるには最低3年は師匠の下で修行を積まなきゃならないって規約があるのは知ってるだろ。リアだって3年あればきっとそれなりに立派な、いや、そこそこの魔術師に。一歩手前くらいにはめちゃくちゃ見込みないの？リアちゃん。嘘でも3年後には立派な魔術師になるって言って。だって期待させておいて3年後全然だったら悪いし、まあそうだね。素直な人だね、師匠。私への期待度はそんなに低いの？自分がダメ弟子なのは分かってますけど、それに比べて新しい弟子は滅多に人を褒めない師匠が舌を巻くような才能だなんて一体どんな子なの？どんな子？9歳くらいの男の子で、金髪で釣り目で、見るからに頭が良さそうで、実際に理髪ですごく素直で可愛げがあって、めちゃくちゃ褒めるな。しかも2回も言うってことはそんなに可愛げがあんの？なんで2回言うの？どうせ素直で可愛くない弟子ですよ、だっぷん。まあまあ、リアとも、素直で可愛いって。そうやって適当にあしらえばいいと思って。って、もうこんな時間か。午後から重要な会議が入ってるんだ。そろそろ行かないと。いつもみたいに師匠がお昼ご飯作ってくれると思ったのに、お母さんにお昼ご飯いらないって言っちゃったよ。どういうことなん、ここ。バイト先なんかよ。ほら、弟へ町に魔獣が出た話知ってるだろ。実はそいつを捕まえたのは俺なんだ。んで、その後始末でちょっとごたついててな。人食いの魔獣が出たんでしょ。そんなの捕まえちゃうだなんてさすが師匠。そんな噂になってるのか。ま、時間がないからその話はまた今度にしよう。そういうわけで今日はここまで解散。そういやお前、筆記の勉強全然してないだろ。時間があるなら勉強してけ。やだ。それが素直で可愛いって言われたい弟子の態度か。まあいいか。帰るなら気をつけて帰れよ。そんじゃお疲れ。めちゃくちゃ早く行くじゃん。
師匠ったら冗談めかして売れっ子天才魔術師とか言うけど、なんか最近本当に忙しそうだな。私も早く一人前になって師匠のお手伝いがしたいのに、どうしてうまくいかないんだろう。いい弟子だな。それに新しい弟子か。今まで唯一無二の弟子って立場に甘えてたけど、とうとうダメ弟子はお払い箱になっちゃうかも。いや、そんなことはないんじゃないの。少しくらいは勉強していこうかな。で、ゲームが始まるってことだね。前の続きはここからっと。魔獣についての項目はちょっとタイムリーかも。この国は1000年ほど前から少しずつ寒くなってる。近年では植物も育ちにくくなっていて、作物の製造にも魔術の力が欠かせない。野生の植物が育たないせいで、食料を確保できなくなった獣が人を襲うようになってる。特に魔獣と呼ばれる高い知性と魔力を持った獣はとても危険視されており、熟練の騎士や上位の魔術師でなければ対抗することができない。こんな世の中じゃそりゃ魔術師も重宝されるよね。気さくで実力がある師匠ならなおさらだよ。私そんなすごい師匠の弟子を名乗ってていいのかな。で、ダメダメ、ネガティブは良くない。どうせ師匠がいるとおしゃべりしちゃって集中できないんだから今進めておかないと。根は真面目なんだね、リアトリーチェちゃん。噛んじゃいそうな名前だね。次の用紙は、あ、どうした？あ、ああ。師匠が大事にしてたものだったりすんの？どうしよう。これマグかな？一体何のマグなんだろう？私のお小遣いで弁償できる？はあ、私ってダメ弟子だな。何もかも諦めちゃった方がいいのかも。そんなことはないだろ。そんなことはないよ。あ、金髪の。あ、お前が新しい弟子か。ごめんなさい、勝手に悩みを聞いてしまって。9歳くらいの男の子、金髪で釣り目で頭が良さそう。君はもしやルー君だね。うん、そうだよ。初めまして、姉弟子さん。私のこと知ってるの？あ、もしかして師匠から聞いた？うん、魔術はいまいちだけど、とっても頑張り屋な姉弟子がいるって師匠が言ってた。魔術はいまいちか。そっか、ルー君のことは優秀だって言ってたのに、やっぱり私ダメな弟子なんだ。いや、そんなことないだろ。でも頑張り屋さんって言われてるぞ。頑張ろ。ねえ、姉弟子は早く一人前になって、お師匠様の役に立ちたいんだよね。姉弟子って呼ぶってどういうことなの？そうなんだけど、師匠の言う通り才能がなくて天才魔術師と肩を並べるなんて夢のまた夢の話かな。お師匠様は多分才能だけなら、今はこの国一番じゃないかと言われてるくらいの人だもの。そんな人と肩を並べるのは簡単なことじゃないよ。けど、ある噂が本当なら、もしかしたら姉弟子が師匠の支えになる、なれるかもしれないよ。え、噂って？大人たちが話してるのを耳にしただけなのだけど、実はあの人とても重大な弱点があるらしい。うわ、お前本当は弟子じゃないのか。なんか師匠を陥れる魔物なのか。弱点？師匠に？小さい頃から一緒にいるんだけど、そんな話聞いたことないよ。もちろん誰にもバレないようにしてるに決まってる。あの人はああ見えて魔術師としてのプライド高いからね、誰にも弱みを握らせたくないんでしょ。確かに師匠はそういうとこあるよね。何でも一人でできますみたいな。けどその師匠の弱点が一体何だっていうの？誰にも知られないように徹底するほどのお師匠様の弱点、それは彼にとってよっぽどの命取りになるということ。つまり総合的に師匠の足元に及ばなくても、たとえ他に何もできないポンコツだ、めちゃくちゃ言うなお前、そこさえカバーできれば師匠の役に立てるってことさ。は、確かに。いや、いいのか、めちゃくちゃ言われてたぞ。いや、でもあの師匠が克服できないような弱点なんて、私なんかがどうこうできるものなのかな。それは弱点がどんなものかわからないと、なんとも。そもそも師匠が誰にもバレないように隠してる弱点を突き止めるなんて簡単なことじゃないよ。それは大丈夫。何でもこの家にそのヒントがあるらしいんだ。今師匠は迂闊にも姉弟子を侮って家を開けている。この隙に家中を探索してしまえばいいんだよ。めちゃくちゃさ、ちょっとトゲがある言い方するね、ルー君。師匠の家とはいえ人の家だよ。家にすらプライベートがなくなったらさすがに師匠がかわいそう。でも姉弟子だって思ったことない？売れっ子になってちょっと調子に乗ってる師匠の鼻を明かしてやりたいって。わ、わかる、わかるんだ。で、そうじゃなくて、家を漁るだなんてプライバシーの侵害。でも師匠は重大な秘密が隠された家に私を放置、もしかしてその噂を聞いて悪い人が師匠の弱点を探しに来るかもしれないよね。その時に弟子二人が簡単に見つけられるような場所に弱点があるのは、悪い人たちにも簡単に掴まれてしまうと思うの。
うんうん。つまりこれは師匠のための疑似訓練。だからセーフだと思う。あ、そうなの？都合よく解釈してない？わ、姉弟子はとっても師匠思いなんだ。僕憧れちゃうな。ええー、それほどでもいいか？なんか結構バカにされてないか、ずっと。そういうわけで、二人で師匠の弱点見つけようね。えい、えい、おう、おう。ルー君が仲間に加わった。このゲームは謎解きはメモを取る前提の難易度です。お手数ですが、お手元または画面横にメモ帳を用意して遊ぶことをお勧めします。OK、ありがとうございます。用意しました。また、廊下の光る床を調べると謎解きのヒントがもらえます。最終的には答えを教えてくれるので、どうしても謎解きに詰まってしまった場合はご利用ください。OK。じゃあやってっか。リアトリーチェレベル5、ルー君レベル99はステータスの差がエグすぎるだろ。スキル。ああ、こういうちゃんとしたスキルもあるんだ。じゃあルー君の。ああ、でも同じようなスキルなんだね。ステータスとかないのかな？装備とか、ルー君の服。サイズが大きく、裾を引きずっている。一見歩きにくそうに見えるが本人は気にしてない様子。赤いリボン。トレードマークの赤いリボン。実は師匠からの贈り物。師匠のこと好きなのか。出すところは出して、締めるところは締める。それは少しでも細く見られたい乙女の努力の形。なるほどね。まあ、一旦セーブだな。じゃあやってっか。まず何すればいいんだろう。これ何のマグなんだろう。貴重なものだったらどうしよう。壊れたものは仕方ないよ。落ち込まないで。そうだね。励ましてくれてありがとう。そういえば中途半端なところで手を止めちゃったんだ。この教材、もうちょっとで書き写し終わるんだけど、こういう中途半端なの気になる気になる。え？そんなの今じゃなくてもいいでしょ。そうなんだけど、ちょっとだけ残しとくと、そこだけ忘れちゃうかも。本当に数分で終わるんだ。じゃあもうちょっとだけ進めてみる。よくわかんないけど。すごく気になる。ごめんね。すぐ終わらせるから。ま、姉弟子がそうしたいなら仕方ないな。待ってるから早くしてよね。ありがとう。よっこいしょっと。それじゃあこの教材の最後の部分と。確か魔獣についての項目をやってたんだよね。魔獣は人間よりはるかな魔力量を持ち。これもしかしてさ、ここメモとか、するのか？いや、そんなことないよね。知性の高い種族のは人間の扱う魔術よりも高等な魔術を扱うことができると言われてる。そうだよね。やっぱルー君魔獣なんじゃねえの？ってことは、魔獣は師匠より魔力を持ってるってこと？やっぱり魔獣って危険な存在なんだね。怖いな。危険？そんなことないよ。でも食料がないからって人を襲おうとするんだよ。む。それは違うぞ。確かに人を襲うような奴らもおるが。あれ？お前なんか喋り方が急におじさんみたいになってない？そいつらの大体は先に。そいつらの大体は先に人間に住みかを奪われたのじゃ。え？そもそもわしは前から思っていたのじゃ。人間は魔獣に対して偏見を持ちすぎではないか。ほとんどの奴は人間に対して興味がない。それどころか友好的にしたいと思ってる奴もおる。なのに自分たちが怒らせた魔獣を槍玉にあげて、悪だと決めつけ、それを子供たちに教育して周知させるなど、何とも許しがたい。ふむ、ちょうどここに勉強熱心な人間がいるな。いい機会じゃ。本来魔獣がどのようなものか、じっくりと解いてやろう。マジ？何言ってんの、ルー君。さあ、早くノートを用意するのじゃ。いっさじゃ、全然足りないぞ。なんだこいつ急に。どこがスイッチだったの？終わっちゃわん？あ、エンディング？これまさか。これはどういう状況だ。北の雪山に住んでる奴はとても臆病な奴でな。数十年前に自分の住処に入ってきて人間に驚いて危害を加えてしまったんだが、それを今も引きずっておって。私、魔獣博士になりたいんじゃないよ。これ、手が止まっとるぞ。謎の子供と割れたマグ。ははーん、なるほど、そういうことか。面白いし、少しこのまま放置しておくか。マグを割った罰ってところだ。ねえ、ちょっと休憩しよう、疲れたよ。まだ全体の半分も言っておらんぞ。全部覚えるまで帰れると思うなよ。怖っ。急にスパルタだな。そんなの無理。帰れると思うなって、ここ俺の家なんだけど。仕方ない。三人分の夕飯を作って待つしかないか。いいやつだな。ノーマルエンド3。魔獣愛護団体過激派。かわいいイラスト。なるほどね。
ここはだから中途半端で終わらせとかなきゃいけなかったんだ。放っておこう。師匠がいつ帰ってくるかわからないし、今は探索が優先かな。何も探索できなかったもんね、だって。あー、オッケーオッケー。ここら辺は大体そういうことが。これは何だろう。これは魔力を制御するマグ。練習中に魔術が暴走しないようにしてくれるよ。そんな便利なのがあるんだ。これはね、おじいちゃんと幼い頃の私と師匠の写真なんだ。私のおじいちゃんは師匠の師匠だったんだよ。姉弟子は可愛らしいのに、師匠の生意気なクソガキ感。師匠はおじいちゃんに弟子入りする前から魔術の才能を発揮して神童なんて呼ばれてたから、ちょっとひねくれた子供だったんだよね。でも年下で内気だった私にはよく声をかけてくれて、思うとその頃からずっと師匠の背中を追ってる気がするな。だから肩を並べられるように頑張っているわけだ。うん、いつまでも守られてばっかじゃないんだから。これは？壺の中には割れたガラスのかけらが入ってるから気をつけて。師匠ったら私が練習で割ったガラス瓶を集めてるの。あ、そうなんだ。じゃあ最初の会話みたいな感じでガラス工場に頼るんじゃなくて、もしかして師匠が作り直してんのかな。壺がいっぱいになるとガラス屋さんに持って行ってリサイクルしてもらうんだけど、今が何壺目なのか数えてるみたい。悪趣味だよね。あ、そういうことね。結構大きな壺だけど数えるほどいっぱいになるものなんだ。この壺は空っぽみたい。ルー君用かな。ルー君はでも大丈夫なんでしょ。魔獣なんでしょ多分。棚にはたくさんの種類のマグが並んでるよ。中にはとっても高価なものもあるから扱いには気をつけようね、ルー君。その言葉そのまま返しておくよ。オッケー。あ、なんだなんだ。使い方がわからないものばっかり。まだまだ勉強不足だ。魔術に関する薬品が並んだ棚だよ。魔術師にとって MP 切れは命取り。回復薬は大事だよ。それにしても、うわ、なんだ。赤、ピンク、紫、白、青、黄色、カラフルで綺麗だね。はー、なるほど。なるほど。赤、ピンク、紫、白、青、黄色。メモっといた方がいい？まずメモらずやっていい？こんなに色とりどりの薬品を手前に並べておくなんて、実用性よりも並べておくことに意味がありそうだね。そうなのか。インテリアの一部みたいな感じなのかな。うん、もしかしたらこの並びに何かこだわりがあるのかもね。なるほどね。これは一応セーブだな。この棚、鍵がかかってるな。開けるためには3桁の数字が必要みたい。まだわかんねえよな。魔術に関する本が並んでる。私ももっと本を読まなきゃ。魔術に関する本がたくさん並んでる。あれ？この本だけ他の本と雰囲気が違うね。毒リンゴと3匹の羊たち？随分前に流行ったホラー小説だったかな。こんな本を持ってるってことは、ホラー系が弱点ってことはなさそう。残念。幽霊やお化けが弱点だったらちょっと面白かったのに。まあね。魔術に関する本ばかりだね。興味を惹かれるようなものはなさそうだ。なんでルー君が急に喋ったの？まだなんか謎解きみたいなとこ全然ないな。魔術に関する本が並んでる。私をもっと本を読まなきゃ。あれ？この本だけ他の本と雰囲気が違うね。小鹿ウォーズ。第1巻。あ、これ知ってる。とても面白いラブコメ小説なの。って、確か私が師匠に貸してたんじゃなかったっけ？貸した側が忘れてるとか、いつ貸したものなんだか。師匠とは本のやりとりが多いから、つい、今度返してもらわなくちゃ。これ関係してくんのか。小鹿ウォーズ。小鹿ウォーズ1巻。あ、待てよ。毒リンゴと三匹の羊たち。三と一だな、今のところ。これはなんか関係なそうだ。どっかにあと数字がもう一個ぐらい出てくるのかな。じゃあ、あ、これは関係ないんだよね、多分。さっきまで使ってた教材、さっきまで使ってた魔術の教材だよ。あれ、教材じゃないのか、混ざっちゃってる。犬騎士物語第2巻。これは冒険祈祷なのかな。へえ、今度借りてみようっと。それの1巻、ここの本棚を見る限りなさそうだけど。え？
他の場所にあるのかな？それともこの缶しかない？ああ、なるほどね。なんか、毒リンゴの3匹の羊たち。毒リンゴの3匹の羊たち。小鹿坊主。一巻。で？犬騎士物語。に、あいうえお順だったりする？犬騎士物語。あ、でも毒リンゴ。まあ、毒リンゴか。それか数字の配置とかだったりすんのかな。まあ、普通に考えて、これ一巻だから213ってことなのかな。やってみるか。どうだい？あ、違うのか。じゃあ他にもなんかヒントがあるってことか。毒リンゴでしょ。毒リンゴと3匹の羊たち。羊。動物が関係してくんのか。犬。犬、羊。鹿だもんね。犬、羊、鹿。がどっかにあんのかな、なんか。でも3桁だから、すぐ分かっちゃいそうだけど。どっかになんか絵とか書いてあったりすんのかな、犬、羊、鹿の。まあいいか、ここも行ってみるか。あ、ここも行けんだ。ピープの木の鉢植えが置いてある、あれ。鉢植えに1って数字が書いてある。何の数字だろう。あれ、全然違うのか、もしかして。この町の地図が飾ってあるよ。私の家はここで、師匠の家はここ。この家は北を向いてるんだね。この地図は北が上だから、この位置で見ると逆になって少し紛らわしいな。ねえねえ、ルー君はどの辺に住んでるの？見かけたことないからこっちの方かな。強いて言えばこの辺りかな。そこは地図の外だよ。もしかしたら師匠に教わるために他の町から来てるとか。まあ、魔物だもんな、こいつ。プペの木の鉢植えに置いてある。あれ？ 4。 ああ、なるほどね。じゃあこれ北とか言ってたから、方角が関係してくんのか。ってことはこっち側にもあるってことだ。やっぱり。2って書いてある。オッケー。でもまだヒントはないもんね。これは何だろう。ねえ、ルー君ちょっといいかな？どうしたの、お姉さん。あー、なるほどね。なんでもない。まだ探索しようか。まだぐだったりしてないよね、さすがに。待って、姉弟子。外には何もないと思うけど。それとももしかして帰るつもり？あ、帰る方法もあんの？帰ってみよう。あのね、やっぱり師匠が知られたくないって思ってることこそこそ調べ回るなんて良くないと思うの。たとえ追いつけなくても、正々堂々自分の力で隣に立ちたい。もしそれで叶わなくても自分ができる限りやれたならそれでいいの。そっか、姉弟子がそう思うなら僕は止めないよ。ごめんね。ルー君は一人でお留守番できる？それは僕の心配をしてるの。それとも僕がこの家をぐちゃぐちゃにすることを心配してる？安心しなよ。家探しの罪をすりつけられる人もいなくなるからね。おとなしくあの人が帰ってくるのを待ってるしかないさ。師匠にバレた時の責任を私に押し付ける気だったの？さーてね。うすうす感じてたけど、ルー君って素直でいい子じゃないよね。別れ際だというのに今更だね。姉弟子ならきっと素敵な魔術師になれると思うよ。これは素直な僕の直感。ほんと？それなら嬉しいな。ルー君こそすでに立派な魔術師の貫禄があるから、先を越されないように頑張らなくちゃ。それじゃまたね。さようなら。わ、これ大丈夫か、一人で置いて。唯一の協力者が帰ってしまうとは予想外。いや、あれを壊してくれただけ十分か。さてはて、魔術師の小僧が帰ってくる前に新たな策を考えねばならんの。なんだ。後日の話。師匠おはよう。おう、おはよう、リアト。先日は悪かったな。ううん、気にしてないよ。それより私こそ机の上のマグを壊したり、ルー君を置いて帰っちゃってごめんなさい。ルー君、ああ、そういうこと？お前、あの子供に何か変なことを吹き込まれたりしなかったか？特には。ま、大したことじゃなそうだな。ならいい。マグだってあんなところに置いた俺も悪いし。あ、師匠、あのね。ん？どうした？私、立派な魔術師になるから、今日もご指導のほどよろしくお願いします。お、
今日はいつにも増して気合が入ってるな。じゃあこっちも気合入れて指導するから覚悟しとけよ。うん。ノーマルエンド4、いつもの風景、あ、素敵なイラスト。ってことは、ルー君はやっぱ悪いやつなんだな。どうしたんだろう、ルー君をどうしたんだろう。師匠は。いっぱいあるな。まあ、ここ行ってみるか、一番左から。お風呂場だ。この桶は調べた。オッケー。は？なんでもありません。いや、もういい、いいノリじゃん。いいノリだと思うよ。大きな鏡ピカピカ。ん？端っこのとこに何が書いてある。ミラー419。これはメモだな。ミラー419909。なんだろう。何かの手がかりかもね。メモしておいた方がいいかもね。ありがとう。排水口に師匠以外の人の髪の毛は、うん、大丈夫。ここは問題ないよ。なるほどね。何のさ、調査してんのそれ。浮気調査とかしてない？浮気調査じゃないんだからさ。じゃあ、行くか。オケも調べたしな。よし、行こう。安心だわ。結構広いな、師匠の。あ、赤の瓶だ。甘さ控えめな師匠特製のビスケットに甘いジャムをつけて食べるのが最高なの。あれ？ラベルに何か書いてある。チェリー385996。うわ、なんだこれ、やばそうだな。まさかこれ、最初の棚んとこのやつ、これ？わかった、これはチェリージャムってことだね。じゃあ横の数字は何だって話。賞味期限とかそうなの？違うと思うよ。なんかの暗号なんだ。むず。師匠ったら勉強してけって言うくらいならお昼ご飯置いてってくれたらよかったのに。まああの人の料理は美味しいよね。食べたことあんの？ルー君も食べた？特に焼きたてビスケットは最高なんだよ。機会があったら焼いてもらうことにしよう。今日はいいお天気だね。今日はいいお天気だね。これは何だろう？生活に関するメモが置いてあるみたい。鶏印のプリン屋さんは毎月4のつく日がお買い得。ってこともバッチリメモしてある。なるほど、プリン屋は4がつく日。プリンが大事なのか鶏が大事なのかどっちかわかんねえな。それってわざわざここにメモしておくことなの？まあ大事なんだろうな。ポーポの花の鉢植えが置いてある。あれ？鉢植えに3って数字が書いてある。何の数字だろう。嘘だろ。え、嘘だろ。ペポ。え、なんか関係してくる。ペポとポーポと全部違う種類なのか。プペ。なるほどね。そうだったのか。完全に見てなかった。ピープ。パピプペポってこと。なるほど。これは危なかったな。ポーポが3。いや、何の数字かわからんけどね。使ってる痕跡はあるのにピカピカの台所。師匠はとってもお料理が上手なの。そういえばお昼ご飯食べてないや。お腹すいた。ルー君はお昼ご飯食べた？ご飯の話ばっかだな。うん、お弁当を作ってもらったから。お母さんの手作りかな。いいな。洗って乾かされたジャムの空き瓶がいっぱい。魔法の練習用に使うんだね。そしてコップはみじんになると。瓶がなくならないようにジャムをいっぱい食べなきゃだね。そうだね。前向きだな、本当に。まあ、こっちが行ってみるか。セーブはいらないのかな、あんまり。あ、空っぽかと思ったら、そこの方にパーパーの実がなってるね。残ってるね、パーパーの実。ん？箱の底には書いてあるのはプラスってマークはなんだろう。パがプラスか。いやー、全然わかんねえな、今んとこ。この木箱はまだ開けられてないみたい。勝手に開けるのはさすがにまずいね。小麦粉はいつも大量常備が基本。よしよし、みんな、いいビスケットになるんだよ。全部ビスケットになるわけじゃないでしょ。パンになるやつもいるよ。なんだ？あ！なるほどね。これなんかやるんだ。楽しい。木箱がいっぱいの新鮮な果実。いい匂いがするよ。魔術で室温を維持できるビニールハウスの普及で、寒い季節が続いても食料に困らなくなったんだっけ？お師匠様も貢献してるのかな？もちろん。魔術は今やこの国のライフライン。私たちも魔術師になって立派に貢献しなくちゃ。右左でなんかあることあったっけ？
木箱いっぱいのお野菜、師匠、一人暮らしなのにこんなに使い切れるのかな。なんかこの物置の中ちょっと寒いかも。よく見ると四隅にマグが置かれてるみたい。物が腐りにくいように魔術で寒くしてるんだと思う。何でも知ってるのね。エンディング6個だからあと4つあるんだ。ノーマルエンドがあと2つ。扉にマイルームって書かれた師匠の自室だよ。私もこの部屋には入ったことないんだよね。師匠が何か隠してることがあるなら、この先の自室が怪しいと思うんだけど鍵がかかってる。鍵をかけるだなんて、ますますこの先に見られたくないものがありそうじゃない。パスワードを打ち込むタイプの鍵だから、パスワードさえ分かれば開けられるんだけど。パスワードか入力してみよう。うわ、いっぱいある！ああ、なるほどね。ってことは、マイルーム。ミラーが4だったから M でしょ。Y を探そう。チェリーは9。だから Y は9ってことは、マイ。で、R が9。R も9。あ、間違えた。ごめんなさい。Y が6だったわ。マイ。で、O だ、次は。O は0。0かな。俺の字が下手なだけかもしれない。0。で、4だ。これだ。やった、開いたよ。よくやった。早速部屋に入ってみよう。やった、こっちが、わ、師匠かわいらしい。わ、師匠のお部屋に入っちゃった。ちょっと緊張するな。何を今更。とにかく手当たり次第調べて回ろう。そうだね。やった、師匠の部屋入れた。熊のぬいぐるみ？師匠が自分で買ったの？それとももらい物？首のタグに書いてある GA ってなんだろう？うわ、なんだろう。茶色が GA か。OK。わざわざマグを使って固定されているの気になるね。そうなんだ。この子だけ絨毯からはみ出てかわいそうだよ。そんなこと言ってもマグで固定されてるかどうしようもないけど。なんで固定してるんだろう。この子の首のタグには CE って書いてあるね。灰色っぽいなこいつ。OK。こいつは3色のクマのぬいぐるみ。ピンクのこの子は女の子かな。この子は FD って書いてある。なんだろう、名前かな。名前なのかな。ピンクが FD ね。名前がアルファベット2文字ってどんなセンスなの。いやー、あれなんじゃないの。なんかあれなんじゃないの。イニシャル取ったんじゃないの。わかんないけど、師匠はすっごい魔術師だから仕事のお礼にプレゼントをもらうことも多いみたい。仕事のお礼ね。それにしては女性からのメッセージカード付きばかりみたいだけど。え？女性からの贈り物を開けずに放置だなんて罪な男。師匠忙しいから今はそういうの興味ないのかも。うんうん、きっとそうだよ。めちゃくちゃ前向きに捉えるな。あ、グランドピアノがある。確か師匠のお母さんがピアノの先生で、師匠も教えてもらってたって聞いたことがあるけど、今も続けていたなんて全然知らなかったよ。聞こえてきてたのはレコードじゃなくて演奏してたのか。なかなかの腕前じゃないか。レコードと聞き間違えるほどって相当だな。いいな。私も師匠の演奏聞いてみたい。楽譜や小説が並んでるよ。魔術部屋の本棚と違って趣味の本棚みたい。あれ、隅っこに何か挟まってる。お。あー、そういうことか。これコードか、クマのやつ。これはドレミの読み方の表？何かの楽譜から落ちちゃったのかな。 CDE なんか下のアルファベットが若干違うみたいな感じな。 C が H とかになってるな。なんかな、なんなんだろうね。まあでもこれだろうな、多分。楽譜や小説が並んでるよ。魔術部屋の本棚と違う。オッケーオッケー。この中は重要な書類がまとめてあるみたい。難しいことが書いてあるものばっかり。ん？おお、なんだこれ。あ、これか。樽のやつだ。R、R、L、R、L、L、R、L、OK。まあ、とりあえずこれやりに行くか。熟年の男女の写真。師匠のご両親かな。おじいちゃんのお葬式で見たことある気がする。姉弟子もお師匠様のご両親に会ったことないんだ。幼い頃から一緒だったって聞いてたから意外だな。師匠はもともと遠い村の出身で、師匠が10歳の頃に私のおじいちゃんに魔術を習うために一人で村を出て、ずっとご両親と離れて暮らしているからね。
師匠の家事スキルもおじいちゃんに仕込まれたみたい。魔術は危ないからダメって言われてたけど、家事くらいなら私も教えてもらえばよかったな。うん、陽気。いい陽気だった。うん、いい陽気。ここのカーテンを閉め忘れて寝ちゃったら朝眩しくて目が覚めちゃうね。そうだね、のんびりした会話してんな、ずっと。鏡よ鏡よ鏡さん、師匠の弱点はどこですかって教えてくれたら楽なんだけどな。何やってんだ一人で。お師匠様なら魔術でそういう仕掛けを作れそうではあるよね。なるほど、なんか響いてくんのか。わ、メケの花が咲いてる。ピンクのお花が可愛いね。あれ、鉢植えに5って数字が書いてある。これもかかってくんだろうな、メケね。いろんな種類の花があるんだな。どうしたの、調べないの。だって下着とか入ってるかもしれないし、すごくセクシーなのがあったら明日からどんな顔で会えばいいのか。男でそんなすごいセクシーな下着持ってるやついねえわ。あ、なんだって、ただの布でしょ、早く開けてよ。う、開けるよ、開けちゃうよ。すごく普通でがっかりしたって顔してる。そんなことないよ。何、セクシーな下着あった方がいいの。クローゼットには師匠のコートがかかってる。師匠のコートって触り心地がいいんだよな。いいな。あ、これ新品だ。まだ値札がついてる。ほんとだ、どれどれ、どこの仕立て屋さんかな。ひ、私、もう師匠のコートを気軽に触れない。そんな高かったのか。椅子があるよ。椅子がある。なんだそれ。なんだこの会話。これは師匠の日記。日記なら人に言えないことが書いてあるよね。これを読めばきっと師匠の弱点がわかるかも。しかし鍵がかかってるな。いや、よほどの情報が書かれているという証拠。日記の鍵ならば近い場所に隠すはず。この辺で手がかりを探してみよう。オッケー。あ、鍵開けに挑戦できたりはしないんだ。ランプが置いてある。暗いところで日記を書いたら目が悪くなっちゃうもんね。そんだけか。絨毯からはみ出したってのは何なんだろうな。1オクターブ上とかそういうこと？グランドピアノ弾けたりはすんのかな。まあいっか、とりあえず右左の下りやってっか。あ、ちょっと待って、一回この空で覚えていくわ。右右左、右左左、右左、オッケー。あ、全然入れねえ、もう忘れちゃう忘れちゃう、もう。よし、やってっか。右右、左。右、左、左、右、左。おー、やば。こんなとこに隠し階段。この家に地下室があるなんて知らなかった。地下室なんて何かを隠すのにはもってこいだね。とんでもないものが見つかるかもしれないよ。そうだね。確かに隠された地下室、一体何があるんだろう。淡々と進んでいくな。行ってみるか。なんだかちょっと怖いな。勇気を出して降りる。よし、いざ隠れた地下室へ。なんだ、空気感変わんの。ただの物置みたいだね。うん、あれはなんだろう。こんなところに獣、もしかして師匠は獣を生贄に邪神を召喚しようと。あ、なんか獣を倒したとか言ってたな。それはそういうことなのか。ようやくここまでたどり着いた。これを見つけるためにお前ここまで来てたのか。ルー君ダメ、近づいたら危ないよ。え、ルー君が獣に吸収されちゃった。どうしよう。ふう、魔力で作ったハリボテに精神を乗っけるなんて、さすがのわしも少々無茶しすぎたわい。しゃ喋った。それに魔術で作ったってまさか魔獣。そうじゃ、わしが噂の魔獣じゃよ。マグで封印されたわしの魔力を解放して、ここまで連れてきてくれたお主には感謝しとるぞい。ハリボテの体じゃ物に触れることができなかったからの。わ、セーブしとけよかった上で。わしが謎解きのヒントどころか答えすら知っていたのに、自分で謎を解きに行かなかったの、不思議に思わなかったかの。ルー君に聞けば最終的に答えを教えてくれるのは単なる親切仕様じゃなかったってこと。そうだよね、そう思っちゃうわ。そういうことじゃ。お主が家中探し回るよう焚きつけて、わしの体を探させていたんじゃ。それじゃ師匠の弱点の話も。すまんの。魔力を体まで運んでもらうためのデタラメじゃ。あ、そうなの、ないんだ。そんな、私、もしかしてとんでもないことしちゃった？なあに、お主の責任ではない。お主は自分の弱さを利用されたかわいそうな弟子じゃ。
じゃがもう少しだけ付き合ってもらうす。すまんの。なんだなんだ。リアット、危ない。え、なになに、え、師匠嘘だろ。そんな師匠嘘。師匠ー、え、子供にされたの。うるさい。長い。見かけによらず肺活量あるな。言ってる場合か。だとしたらリアトリーチェちゃんが子供になった方がさ、良かったんじゃない？もしかしたら。師匠、良かった。生きてる？え？あ？なんでお前そんなにでかいんだ？違うよ。師匠がちっちゃくなってる。お嬢ちゃんの重さじゃ。わしが運ぶのはちょっと難しいと思って子供サイズにしようとしたのじゃが、まさかこんなに面白いことにはなるとはな。あれ、もしかして今、遠回しにデブって言われた？言われてない、言われてない。ふざけんな。お前なんて俺の魔術でもう一度捕まえてやる。まさか魔術使えないのか。は、ふんぬ、ぬわ。どうしたの師匠。体のバランスが変でうまく魔術が扱えないみたいだ。体のバランスが変わったからと魔術を使えんようでは情けない。だが、これでもう誰もわしを捕まえられん。今のうちにスタコラさっさと逃げるとするかな。くそ、逃すかよ。リアト、お前の魔術でどうにかしろ、なんとかできんの？え、どうにかって言われても私だって魔術の制御をうまくできないんだよ。今の俺よりお前の方がマシだ。少なくともお前には、もうそのくらいの技術はある。そうなの。で、でも。でもじゃない。足止めできるならいっそ物理でもいい。とにかくあいつを逃すな。物理ってそんな無茶苦茶な。いけるいける。俺はお前を信じてる。なぜなら、お前は俺の一番弟子だからな。実質一人しか弟子がいないのに一番弟子とか言われても。俺の弟子は二人いるぞ。弟子入りしたばっかりの子に一番弟子を取られたらさすがに私でも泣いちゃう。どうしよう。最悪なのは私と師匠も魔術に巻き込まれること。できるだけ出力を抑えれば。え、なになになに、どうなんの。魔獣ルー君が出現。戦う魔術。あ、これ意味あったんだ。あ、ちょっと待てよ。うわ、まさかあの瓶の順番に攻撃しないとダメージ入んないとか。ファイヤーボールから行こう。暖かい空気をぶつか、あ、ダメージ与えられない。ダメなんだ。え、じゃあどうする。スプラッシュボム。ダメージ与えられない。やばい。様子伺われてる、めちゃくちゃ。ウィンドカッター。あ、逃げられた。そよ風が、そよいだよだ。そんなのでわしの足を止められるわけなかろうに。残念じゃったの。全然聞いてないよ。畜生。悔しいが今の俺たちは足止めする術がない。くっくっく、元の姿に戻りたければわしを捕まえてみせるのじゃな。国中巻き込んだ追いかけっこの始まりじゃ。じゃあの。ふざけるな。追いかけっこなんてやってられっか。でもこのままってわけにはいかないよ。確かに年齢を操る術なんて今の人間の知識じゃどうしようもない。あいつを捕まえないと。リアト、今すぐ旅の準備をするぞ。国中探し回ってあいつを捕まえるんだ。長旅になるだろうから覚悟しておけ。私も。当たり前だ。あいつを魔術なしで捕まえるなんて不可能だからな。元の姿に戻るまで、お前の魔力は俺の魔力だ。どういうこと、どんな新しいジャイアンのシステムなんだよ。頼りにしてるぞ、リアト。師匠のお手伝いができるようになりたいって言ったけど、師匠が弱体化するのは違う。こうして私と師匠の長い冒険が始まるのでした。でもそれはまた別のお話。かわいい。ノーマルエンド1、長い冒険の始まり。はあ、なるほどね。